あの海を思い出しちゃうよ。これガチかもしれない。ワニ、レックスのレックスを鬼います。こっちはパーク立ち入り禁止しようぜ。そこがいいんだ。毒物の見解としてどういうことか。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。スーパーこんにちはギャグやっとく。もういい加減にしてくれ。スーパーこんにちはギャグいけんのか。変なの求めんなよ。スーパーこんにちはギャグいけねえのか。スーパーこんにちはギャグ、ウーミンです。てめえいい加減にしてくれ。いい加減にしてくれ。俺日本一だと思ったよ。すごくよかった。どこがやどこがやね。なんなんこれやらせんの。わかんないけど、使うも使わないのも任せるよ。全カットになってる。カットだよ。俺がスーパーこんにちはギャグを見せてやるよ。ちょっと見せてくれよ。コン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 こんにちは。カットです。どうも、極太ダイナマイトのコスケです。です今回はですね、はい、未だに解明されていない海の謎総集編でーす。よー、皆さんお待ちかねの海総集編です。こんなこと本来では許されないんですよ。何がですか。スパーサンクスも来てないのにやってって言われたご要望にお答えするなんて許せません。じゃあもしかしてこの動画にスーパーサンクスなかったらもう海やらない可能性があるってことですか。もう海の謎はやらないかもしれません。そんなみんな楽しみにしてますよ。ダメです。じゃあダメだよ。言わなくてもわかるよね。怖っ。皆さんここが怖い。まあ、何はともあれ、はい、待望の海シリーズです。長編の総集編になってます。はい、最後まで楽しんでってください。どうぞ。極太ダイナマイト。日本にも存在した魔の海域、皆さんはバミューダトライアングルという場所をご存知でしょうか。フロリダ半島、プエルトリコ、そしてバミューダ諸島を結んだ三角形の海域のことで、昔から船や飛行機が跡形もなく消えてしまうという事故が多発している場所なんです。実はそんな海の人間が恐れる海域が日本にも存在しました。それがドラゴントライアングルという場所です。別名デビルズシーと呼ばれるこの場所は千葉県の南沖、小笠原諸島の西南西、そしてグアムを結んだ三角形のエリアを指しています。ここもバミューダトライアングルと同様に船や飛行機が突如行方不明になるとされている海域なんです。実はこれらの他にもフォルモサトライアングルと呼ばれる魔の海域も存在します。ではこの日本近海にあるドラゴントライアングルで起きた事故についてご紹介していきます。まず一つ目が第5海洋丸消息不明事故です。1952年9月24日、海上保安庁に所属する第5海洋丸が突然消息を絶ってしまいました。その日は海が荒れていたわけでもなく、消息直前まで順調に航行していたことも分かっています。ただここで恐ろしい事件が起きてしまいました。なんと突然第5海洋丸からの連絡が途絶えたんです。この事件では第5海洋丸に乗船していた乗組員31人全員が行方不明となっています。次にご紹介するのがボリバー丸沈没事故。1966年に船に出たボリバー丸は初めての航海からわずか3年で沈没してしまいました。1969年12月10日、千葉県の南東の沖合で強風に遭遇し、突然船首が破壊、大量の浸水が発生し、救命ボートを下ろす間もなく船は海に沈んでしまいました。33名のうち生存者はわずか2名、残りの31名の乗組員はこの魔の海域に飲み込まれたまま消息不明となっています。他にも1970年に発生したカリフォルニア丸沈没事故、この事故で沈没したのはカリフォルニア丸という船だけではなかったんです。なんと沈没した船を撮影しに行った報道用の航空機がなぜだ燃料がなくなると言って行方不明になっているんです。こんな風にこのドラゴントライアングルではなんとこれまでに39件もの事故が起きています。最近だと2008年に発生したイージス艦アタゴと漁船の衝突事故です。事故調査によって報告書にまとめられた原因は自衛隊員と漁師の監視不足でした。しかし熟練の自衛隊員と海の男が同時に、しかも偶然、お互いを見逃すでしょうか。この事故は本当にただの事故だったのでしょうか。クジラの歌。実はクジラはコミュニケーションを目的として歌のような旋律を響かせることがあるんです。ただクジラに声帯はないので、特定の周波数で発せられる音のことを歌と呼んでいるんです。イルカとかクジラは音を発してコミュニケーションを取ることがあります。水族館でイルカの声を聞いたことがある人もいるかもしれません。ただこのクジラの歌に関しては、人間には聞こえないほど低い周波数で、しかも長い時間歌われているということが分かっています。歌を歌うクジラはザトウクジラやシロナガスクジラなどのヒゲクジラという部類に属する種類だけです。これらのクジラ
字面はなんと私たち人間が作る歌のように A メロ、B メロのような旋律がちゃんとあるんです。この歌は20分ほど続き、なんと数日にもわたって歌い続けていることもあるそうです。ではなぜクジラは歌を歌うのか、その理由はいくつかの説が考えられています。例えばオスのザトウクジラは交配期に限ってこのような歌を歌うので、クジラはメスにアピールするために歌を歌っているのではないかと言われています。ただ歌を歌うのはオスだけなので、メスへのアピールではなく他のオスを牽制しているのではないかという予想もされています。しかも基本的にはオスだけが歌を歌っていると思われているんですけど、もしかしたらこれメスが歌ってるんじゃないかみたいな音も観測できてて、未だに謎が多いんです。そもそもヒゲクジラっていうのは声帯がないのにどうやって音を発しているのかっていう発声のメカニズムもはっきりとしたものは分かっていないので、どういう理由で歌っているのか、どうやって歌っているのか、まだまだ何も分かっていないのがこのクジラの歌なんです。ロマンチズムを感じさせるよね。ね、なんか昔の人間がさ、和歌で女を落としたみたいな、うん、そういう感じなのかもね。まあ似てるもんね、人間とクジラっていうのはね、うんうん、やっぱそういう歌とかその和歌とかもじゃあそうだし、まあ、潮を吹くっていう点でもそうですもんね。だから結構動物っていうのはそういうのがあるのかもしれないですよね。ロマンチズムを失ったじゃん、もう完全に今、うん、海中で観測された原因不明の音、人間は海の 5% しか把握しきれていないなんていうことが言われたりしますが、そんな海の謎を解明するために海中の音も調べられているんです。そんな中、発生原因がわからない謎の音が観測されました。それがブループとユリア。ブループは1997年、ユリアは1999年にアメリカ海洋大気庁 NOAA が観測した低周波音です。これらの2つの音には人の聴覚では知覚できないような超低周波音が含まれていました。基本的に海の中の音というのは海底火山の噴火や海底地震、もしくは海中生物が出した音の3つに分類されます。ただアメリカ海洋大気庁によると、これらブループとユリアは火山や地震などの自然現象による音ではないということが分かっています。そうなると残りは生き物が出している音なんですけど、実はこれらの音は人間には聞こえないけどものすごい大きな音だということが分かっているんです。地球で一番大きな音を出せる生物はシロナガスクジラなんですよ。なんとシロナガスクジラの鳴き声の大きさは188デシベル。ちなみにジャンボジェット機が離陸する時の音の大きさが170デシベルなんで、それ以上なんです。ただ今回の原因不明の音ブループとユリアに関しては、このシロナガスクジラが出した音よりも大きな音が出ているんです。もちろん発生原因が分かっていない謎の音なんですけど、もしかしたら海の中にはシロナガスクジラよりも大きな音を出せる、はるかに大きな生物が生息しているのかもしれません。500年生きるサメ。なんと海の中には500年以上生きるサメがいます。その名も西オンデンザメ。北大西洋全域に住んでいるこのサメは最大で体長 7.3 メートルにもなるツノザメの最大種です。ヒレが小さくずんぐりとした体型で、寒い海に住んでいるため、なんと泳ぐ速さは時速1キロとものすごいゆっくりなサメなので、世界一のろい魚と呼ばれることもあります。そのゆっくりと泳ぐ生態からか、いろんなものを食べます。例えば鮭、マスなどの魚類とか、なんと胃の中からホッキョクグマの骨とかトナカ貝が見つかったことがありました。おそらく餌になりそうなものだったら何でも口に入れちゃうちょっと可愛いやつなんですよ。ただこのサメ、最初にも言った通り、なんと500年以上生きる可能性があるんです。今までに見つかっている脊椎動物としては最も寿命が長く、最高齢の個体はなんと392プラスマイナス120歳であることが分かっています。最低でも272年生きていて、最高で512年生きているサメっていうことが分かったんです。ただ500年も生きるとなると成長のスピードがものすごいゆっくりなので、まだまだ人間では解明しきれていない生物なんです。そもそも最初に見つかったのが2003年だったということもあって、繁殖方法がどうなっているのか、どのように生まれるのか、どのように成長していくのか、何も解明していない謎の生物なんです。500年生きているとなると、日本の歴史だったら室町時代後期、なんとこいつは織田信長よりも前に生まれているんです。そう思うとものすごいロマンチックですよね。まず初めにご紹介するのがストロンゼビーストです。ストロングゼロみたいな名前ですね。確かにこいつですね、何かというと謎の死骸なんですね。ちょっと概要を話しますと、1808年、スコットランドの島の一つストロンゼー島にですね、とある死骸が漂着しました。どうやらその死骸、何やら姿が異常だったと、うん、まず首が 4.6 メートルあったのね。ほう。で全長が 16.8 メートルっていうでかい、そうクソデカ生物だったのよ。はで何がおかしかったかって、足が3本生えてたと。ほう。3本しか生えてなかった、逆に。ああああっていう形
ちの不思議な生物なんですね。当時の写真とかっていうのはちょっと残念ながら残ってないんですけど、うん、それを見た人のスケッチが現在も残っているんですよ、うん、ちょそれをお見せします、はい、こちらです、うん、まあ、ヒョロ長の謎の生き物っていう感じなんだけど、スコットランドの解剖学者がですね、新種ですというふうに言ってまして、はあはあ、一応この生物の種類の名前としてハルシドスポントピラニっていう名前をつけてるんですよ、はいはいはい、ストロンゼビーストっていうのはいわゆるなんだろう、図子のバケモンみたいな言い方なのよ。ああ、はいはい、琵琶湖に住むなんとかみたいな。そう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 、そういうことですよ。琵琶湖は海じゃねえけど、うん、ただですね、今日は何一つわからないで終わるんだけど、うん、本当に新種だったのか分かってないんですよ、はいはい、なおかつですね、地球上に3本足の生き物なんていないの。ああ、なるほどね。そうそう、だからなんかとんでもない新種だったかもしれないって、もしかしたら。なるほど、うん、何のための足だったの。そうそう、まあちょっとこいつに関してはこれからも解明されるか分かんないんですけど、ただ当時にはいた。そう、もしかしたら将来3本足の超でかい化け物が海に見つかるかもしれません。なるほど。これ余談なんですけど、なんでだよって思ったんだけど、うん、地球の海の地形って火星の表面より分かってないらしいです。へー、火星の表面の方が把握してるらしい、人類は。やっぱ目で見れるから。そうね、だからやっぱね、めちゃくちゃ難しいらしいね、その水圧に耐えるっていうことが。あ、なかなかその潜水艦ができないからいけないって言われてますね。次にご紹介するのはですね、バルト海の異物です。うん、概要を説明します。はい、2011年6月、スウェーデンの海洋調査会社がバルト海に沈んでいた謎の物体を発見しました。ほう、まあ、さっきの生き物もでかかったんだけど、うん、この物体も相当でかいんですよ。直径 60m、 ほう、高さ8m、でけえな。こんなにでかい円盤の物体がバルト海で発見されたと、うん、その画像をお見せします、はい、こちらです。 UFO みたいな、ちょかっこいい形なんだよね、うん、でこれ何がおかしいのかっていうと、こいつに近づくと電子機器が作動しなくなると。ほう、何か異常な電波を出しているんじゃないかというふうに言われてまして。へー、全部使えなくなるんだって。めっちゃ不思議。そう本当にこいつなんだって思うのが、うん、このバルト海の異物から離れたら、その使えなかった電子機器が正常に作動するらしいです。つまりこいつが原因なの。こいつ何なんだよ。そう、何なのか分かんない。当時のダイバーたちがですね、海洋調査会社のダイバーなんで、海を知り尽くしてる男たちなわけですよ。あ、彼らがですね、はい、まずこんなものは見たことがないと、はいはい、私たちは何か異常なものを発見してしまったことを 100% 確信していますというふうに言ってまして、本当に世界中の海を探してもここにしかない謎の物体。まあ、一説には墜落した宇宙船とか、あーぽいかもね。そう言われてまして、なんか大きさ的にもね、ありえるんじゃない。なるほど、それはワクワクしますね。ちょっとね、次にご紹介するのはですね、はい、ブラックスモーカーです。これ何なのかと言いますと、はい、海底で噴出している300度の熱水のことなんですね。ほう、まあ、黒い煙だったり白い煙だったり、こういろんな煙がこう海底ってブワブワしてるんだけど、はいはい、まあ、その中でも特に黒いのをブラックスモーカーというふうに呼びます、うん、その煙、まあ、300度でもちろん激熱なんだけど、うん、その煙の中に亜鉛とか鉛とか銅とか、うん、人間にとって体に悪いものばかり含まれているんですよ。ほうほう。でですね、はい、このブラックスモーカーの周りには他の海底よりもたくさん魚が集まってるんですね。これなんでかっていうと、このブラックスモーカーの周りにはですね、ブラックスモーカーが出す化合物を食べて生きている微生物がいっぱいいると。そのプランクトンたちを食べるために魚がたくさん集まってるんですね。なるほどな、はい、でこれ一体何が謎なのかと言いますと、はい、このブラックスモーカーは世界中にあります。まず、うん、まあ、それは不思議じゃないんだけど、うん、なのにブラックスモーカーの周りに集まっている魚は世界中どこを見てもほぼ一緒なんだって。へえ。気温が違うし環境もいろいろ違うんだけど、そこに群がっている魚たちは同じ。そう、だからどうやってこう広がっていったのかもわからないし、なぜそいつらだけなのかもわかんないし、っていうのが謎なんですね。はあ、なるほど、面白いですね、はい、このブラックスモーカーの付近は、うん、地球が誕生した時の環境に似ているっていうふうに言われてて、うん、つい最近40何億年前の生物みたいなのがこのブラックスモーカーから見つかってるんですよ。へえ。ずっと形が変わらない古代微生物みたいなやつが発見されて、はあはあ、まあ、未だにね謎が多い。海は深いね。最後にご紹介するのがですね、はい、ミルキーシーです。ミルキーシー、はい、まあ、どういうものかと言いますと、海が青白く乳白色に光るんだって。
って。実はこの現象自体はもう何百年も前からインドとかインドネシアでは確認されてるというか報告されてるんですよ。うんうん、なんか海が光ってるのを見ましたっていうのを。はい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 。ただその現象が起こる確率が低すぎて全く調査されてなかったの。ああもうできないんだ。そうそう。だけどですね、1985年に一度だけ調査船がそのミルキーシーを確認しまして、ほうほうほう、研究することができたんですよ。へーへーへー。逆に言うとその人類の歴史の中で1985年にしか遭遇できてないというか。へー。じゃあこのミルキーシー一体何が正体だったのか、うん、それがですね、発酵バクテリアでした。発酵バクテリア、はい、バクテリアが光っていたために海が光っているように見えたと、うんうん、いうふうなことが分かったんですね、うん、研究によって発酵バクテリアが光ってるってことは分かったんだけど、うん、なぜ発酵バクテリアが大量発生するかっていうのは未だに謎のままだ。へえ。解明はされたけど、じゃあなんで発酵バクテリアかっていうの、ね、そうそう。だから未だに幻なんだよ、もう。ああ、見れた人はラッキーみたいな。ラッキーすぎる。へえ。ほとんどの人が見れないし、サンプルもめちゃくちゃ少ないんだけど、うん、海が白く光るのちょっと幻想的だから綺麗なのかもしれないね、見れたら。めちゃくちゃ綺麗らしいよ。だからそれが解明できたらさ、観光業としてできるんだろうな。できるだろうね、うん、やれちゃうよね。 それはぜひ解明してほしいですね。あ、まあ余談なんですけど、はい、僕もミルキーシー出ますよ。出る？うん。あ、ちょっとどういう意味か教えてくれる？見る。見せられるの？うん。本当に？うん。じゃあ見せてもらっていい？ああ、それダメだよ。綺麗だね。え？すごい綺麗だね。まあ綺麗なのかな。まず一つ目にご紹介するのが、はい、ベルメハ島です。ベルメハ島、これはですね、メキシコ湾にあった島なんですね、はいはい、なぜ俺が今あったって言ったのかっていうと、うん、この島もうなくなってる。お、最初にベルメハ島が確認されたのがですね、はい、1539年に発行されたユカタンと周辺の島っていう地図に書かれているところがベルメハ島の起源というか最も古い記述なんですよ。そんな古いならそもそもなかったんじゃねみたいな。でもですね、はい、ちゃんとあったんですよ。20世紀だ、つまり1900年代もう最近じゃん、まではちゃんと地図に載ってる。でしかも島の特徴として海抜が低くて周りがちょっとなんか赤いサンゴ礁がいるみたいなことまで書いてあるんですよ。ああ、じゃあ沈んだんだって思うでしょ。違うっぽいんですよね。どういうことだよ。消えないだろ島は。そもそもいつ消えたのかって話なんだけど、うん、1997年にメキシコが言ったの、うん、俺らが生まれた年だ。あ、そうだね。メキシコが急にベルメハ島が忽然と姿を消してしまったって言ったのね。ほう。で、なんで急に消えんのって話や。はい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 。実は当時、はい、アメリカとメキシコって油田の争いをしてたのね。ほう。どっちがメキシコ湾の油田をより多く得るかっていうので話し合いをしてた時期だった。おい、まさか。で、うん、そのベルメハ島っていうのはちょうどそのアメリカとメキシコの排他的経済水域の真ん中にあったのね。おいおい、めちゃくちゃ怖えな。で、そのタイミングでベルメハ島が姿を消してアメリカとメキシコの話し合いは決裂した。くっそ怖い。で、結果的にその油田はアメリカが多く得ることになったのね。だってベルメハ島消えたから排他的経済水域が広がったってことでしょ。そういうこと。メキシコの領地がぐっと減ってアメリカの方が得るようになったのね。これやったな。で、こっからですね、陰謀論としてアメリカが島を一つ消したんじゃないかっていう風に噂が流れるようになった。それ陰謀論だよって言うけど、うん、多分トップのやつっていや、そんなバカなことをしますから。そう、消されるそうなん。もうバスターゴールじゃん。島一つ消してるんだから。マジでそうだわ。漫画じゃん、ワンピースじゃん。怖っ、 CIA、 FBI か CIA かなんか。金色の電電虫、めちゃくちゃ怖いぞ。島一つ油田のために消した可能性があると。でも分かんないからね、結局これやってる。やるよアメリカなら。可能性はあるね。これもう海の謎っていうか、もう、まあ、アメリカの謎なとこあるけど。アメリカの謎、ね、うわぁ、一発目から重いな。次にご紹介するのがですね、はい、深海の足跡です。うん、この足跡はですね、はい、太平洋のハワイ諸島付近にある海で深海 4000m で発見されました。ほう。レアアースとかそういう希少資源が多くて、うんうん、いろんな国がそこ調査してるの。はい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 。でその中で音波でソナー調査をしてる時に足跡が発見されたんですね。じゃあなぜこれが足跡と呼ばれているのか。
はい、そもそも、うん、海にこんな痕跡を残せる動物はいないと。あ、そうなんだ。そう、ちょっとこの足跡っぽい感じのね、なんかまたしょうもないこじつけだと思ってたんだけど、うん、別にいないんだ。いないんですよ。でさらにこの足跡の大きさが、今画像見てる人は分かんないと思うんだけど、はい、2.5 メートルなんだ。 2.5 メートル、あー、でかい。めっちゃでかいのよ、うん、でしかも3500個あった付近。むちゃくちゃあんじゃん。そうで、足跡みたいに規則的に歩いてる感があるのね。はあ、はあ、規則性があると。そうだから未知の生物がいた可能性があると。なるほど。はい、今有力視されてる説が1個あって、はいはい、それがツチクジラってやつなんですよ。うーん、あー、やっぱなんか何らかの動物じゃねって、うん、こいつは土に口突っ込んで餌を探すっていう習性があって、はあ、まあ、こんな風なくぼみをまあ作れはするんだよ。はいはい、でも、うん、ツチクジラの生息の深さって1000メートル前後。あー、なるほど。その3000メートルも先に起きてることだからってこと。そう、深海4000メートルにツチクジラは行かない。あー、なるほど。じゃあ仮にこれがツチクジラだったとしても、それはそれで世紀の大発見みたいなことか。そういうことだし、じゃないじゃないやつとしたら新種じゃねっていうことだし。そういうこと。あー、なるほど。じゃあこれはすげー謎の足跡ってことなの。謎の足跡なのよ。へー、まだ分かっていません。あー、はい、さすが海ですね。海だね。海だね、マジで。今のところ考えられてるのが他にもあって、はいはい、その足跡に溜まっている堆積物から見て相当昔の足跡なのね、はい、だから古代にはもしかしたら海を二足歩行で歩くやつがいたかもしれない。あー、なるほどね。言われてます。もう絶滅した何かみたいな。そうそう、はいはい、の可能性もある。なるほどなるほど、うん、海だね。謎ですね。はい、次にご紹介するのがですね、塩水溜まりです。ほう、なんと海の中にも水溜まりができると。ん？よくわかんないよね、はい、なんとですね、海の中にもまあたくさんこうくぼんだ場所があるよね、うん、でそこのくぼみに塩分濃度がめちゃくちゃ高い水溜まりができる。は、まあ、何言ってるかわかんないと思うんだけど、うん、ちょっと画像を見ればわかると思います、うん、こちらです。うん、これが海の中にできる水溜まり。確かに、ね、こう水が張っているように見える。見えるよね。でここの部分は塩分濃度が高いから上にある水とは混ざりにくい。あー、なるほど。そうだから明らかな境界線が生まれるんだ。そういうことです。へーへー。何が謎なのかっていうと、まず1個目がなぜこの水溜まりができるのかがよく分かってません。あー、今のところ考えられているのはめっちゃ寒い地域で氷になる時に塩分濃度が高い部分が除外されるから水だけが凍ってそういう風に塩水溜まりができるっていう説があるんだけど、うん、別にこれ寒い地域限定でできるわけじゃないの、はあはあ、だからまあそれ以外の作られ方も可能性としてはあると。なるほど。あと分かってないのはですね、はい、そこで住んでいる生物がよく分かってない。あー、なるほど。珍しい生き物がそこに生息すると。そう、いっぱいなんかいろんな種類がそこに住むことができて、耐えられるやつじゃなきゃ無理なんだけど、どういう意味でそこにいるのかとかも分かってないし、塩分濃度が高いから潜水艦が浮いちゃうのね。あー、だから調査そもそもしにくいと。そうなんだ、ほとんどできてない。なんかじゃあそこに住む生物を調査することによって、なんか医学とかそういうのに使えたり思想するかもしれない。あー、だしそういう意味での謎。その上どれぐらい深いかとかも正直よく分かってないから、もしかしたら、あ、何？深さがあるの？さらに。あるある。あ、俺表面だけで浅いとこに水溜まりができてるよって言って、あ、そういうことなんだ。そう、調査できてないから、どれぐらい深いか分かってないよね。だから、奥底に全然知らない生物がいる可能性もあると。俺急にロマンになった。俺なんでこのつまんねえなと思ってたけど、あ、そういうこと。そう。めっちゃ深くまで、もし人間が調査することができたなら、新しい生物が出てくるかもしれない。なるほど。可能性もあります。これはね、海だね。それ言いたいだけだ。最後にご紹介するのがですね、はい、そもそも海自体が謎ってことです。というと、海どうやってできたと思う？ああ、そういうこと。そういうこと。そもそも地球が生まれた時にあったのか、うん、地球が形成されて後にできたのかみたいな。そういうことです。分かってないんだ。分かってないのよ、これ。もともとはそもそも海っていうのが存在した状態で地球が誕生したっていう説がめっちゃ有力だったの、うん、はいはい、でも最近の研究でスノーラインっていうのが判明したんですよ。スノーライン、はい、そう、これはハビタブルゾーンに地球があるでしょ。あのハビタブルゾーンっていうのはあの、そう、住めるってことです。そう、生命体が住める環境のことをハビタブルゾーンって言います。そうです、はい、でこれは太陽の距離とかそういうので判明されるんだけど、スノーラインっていうのは水っていうのが氷になってしまう場所と気体水蒸気になってしまう場所っていう、はいはい、のラインなのよ、はいはい、だからそもそも宇宙には水という状態で生まれる星が存在しない。液体でってことよ。そう、氷か水蒸気か気体かみたいな。
どっちかなんですよ。はあ、はあ、で、地球の太陽の距離を見ると、地球は生まれた時、水が水蒸気になる状態のところにいたの。はいはいはい。だから、そもそも地球には水はなかったんじゃないかっていう説が、ちょっと生まれてきちゃった。なるほどなるほど。ちょっと有力になっちゃった、それが。だから、隕石がぶつかる時に、水蒸気やら水やらが一緒に来て、海を形成したんじゃないかっていう説が、有力になったと。なってきたと。はい、ただまあそれもそんなことなくねみたいな説がまた出てきちゃったりとか、もう一進一退でこの説有力な説があったとして、うん、どの説にも否定される部分が出てきちゃうってこと。そう。はあ。で結果我々の海はなんで形成されたか分かっていない。分かっていない。一番の謎じゃねえかよマジか。分からないんだよ。へえ。じゃああれだな、分かったやつがもう大発見ってことになる。大発見。どの説でも否定できない説を持ってきたやつの優勝です。なんで地球だけ海ができたんだろうな。そうなんだよ。意味が分かんないよな。このメカニズム分かったら、うん、テラフォーミングできる。火星とかに海を作れる。持ってけるんだよな。いや、これの研究はぜひ解明されてほしいです。そうなんですよ。人類の進歩に役立つと。役立つね、めちゃめちゃ。で、さあ、私たちは海の起源を知る日が来るのでしょうか。まずはじめにご紹介するのがですね、52Hz のクジラです。はい。前にちょっとやったんですけど、クジラの歌って覚えてる？やったのは覚えてるんですけど、うん、もう内容ちょっと忘れてます。クジラはね、A メロ、B メロ、サビみたいな周波数を出してて、うん、まあそれが歌っていう風に言われてるんですよ。はいはいはい。このクジラの歌っていうのはですね、10から39Hz っていう周波数の中で行われてます。うん、ただ、52Hz の音を出すクジラがいるのよ。はいはい。これはですね、初めて観測されたのが1989年、2004年以降、今でも毎年確認されています。この 52Hz の音を出すクジラが、うんうん、その 52Hz っていう音は他のクジラでは聞き取れないというか、聞き取れはするんだけど違う生物として判別されちゃう。はあはあ。なんか音は聞こえるなと思うんだけど、クジラとは思わないっていう。だから何言ってっか分かんない。別言語を喋ってるって感じでしょ。そうそう。だからなんか死ねーとか言ってても分かんないってことで、ね、分かんない。ちょっとなんで楽しそうなのつまり孤独なクジラがいるってことなのよ。あ、どんなクジラがこの 52Hz の音を出してるのかっていうのは確認できてないのね。うんうん。クジラだろうっていうふうには考えられてるんだけど、うんうん、世界中の海のどこかに誰にも理解されない悲しいクジラが住んでいるっていう。悲しいね。悲しいよね。続いてご紹介するのが宇宙に存在する海です。まあ、地球だけなわけがないっていうふうに思うと思うんだけど、うん、海が存在するのが、うん、まあ、実際前にちょっとやったケプラーとか、はい、海が存在するかもっていうふうには言われてるじゃないですか、うん、で実は僕たちが知っている思ったよりも近くに海があるかもしれないと。ほう。それがですね、土星の衛星エンケラドゥスです。へえ。ちょっとまずその星の画像を見せします。こちら、うん、ここの地下に実は海があるかもしれないと言われてるんですよ。あ、この白いのは氷ってことなのかな。じゃあこれ実は氷なんですね。あ、なるほど、はい、でですね、このエンケラドゥス、その分厚い氷の下に海があるって考えられてるんだけど、その海自体はすごい冷たいわけではなくて、うん、ちょっと科学的なことは分かんないんですけど、うん、あったかいらしいです。いろんな化学反応が起きてて生物がいる可能性が大いにあるって考えられてんだよ。一番近いのはだからもしかしたら土星かもしれないっていう。ほう。はい。海自体なら、なんかもし本当にね生き物がいるなら、うん、美味しい魚がいそうだよね。なんか、うん、氷とあったかいととか、なんかそういうの、そういう環境、環境下の油が乗ってるとか、身が引き締まって出るとか、まあ、可能性はありますよね。エンケラドゥスさんです。千鳥のネタみたいな。どこさんなんですか。確かに。エンケラドゥスさん。わかるわけねえだろ。もしかしたらでも、うん、今後の科学技術次第ではね、そういう地球さんじゃないみたいなのも出てくる。超うまいかもしれないしな。意外とね。意外とね、うん、やっぱあれなんですかね。すぐ急速冷凍して送られてくるのかな、そういうのって。真空だからあれなんじゃない。そもそも、うん、宇宙だから腐んないのか。わかんない。いやでもあるかもあるかも、うん。確かに確かに。なるほどね。うん、続いてご紹介するのがベイチモ号です。これはですね、1914年にスウェーデンで建造された巨大な蒸気貨物船なんですよ、うん、第一次世界大戦の後にすごい活躍していた貨物船なんですよ。カナダの会社が持ってたんですけど、はいはい、1931年にこのベイチモ号はですね、海の上で放棄されました、うん、なんでかっていうと氷が船の周りにくっついてきちゃって動けなくなっちゃったのよ、うん、船自体が。その乗ってた船員たちもみんな避難して、この船は無理だから捨てようっていう判断
断をしたの。はいはいはい。でそのうち沈むだろうと、どうせほっとけば、うん、って思って、その会社はもう海の上で放棄しちゃったんですよ。はいはいはい。そしたら沈まなかった。ほう。で幽霊船としてプカプカずっと海上を動き続けてさまよっていたと。ほう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 。実際にですね、もう毎年のようにベイチモン号が発見されたのよ。ほう。最後の発見報告は1965年なんだけど、すげえ、うん、30年以上沈まないまま浮かび続けていたと。立派な船だ。はい。アメリカの会社がですね、うん、もしかしたらベイチモン号をまだどこかにいるかもしれないし、まあ、沈んでたとしたら回収したいっていうことで捜索をしたんだけど、うんうんうん、一切見つからなかったので、ね、現在どこにあるのかわからないっていう船なんですよ。へー。端的に言うと、うん、ポイ捨てした船まあ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 、うん、確かに、うん、SDGs ではない。 SDGs ではないですね。確かにな。で今更欲しくなったっていう。そうそう、確かにあんま端的に言わない方がいいこともあります。あ、そうですね、はいはい。最後にご紹介するのが、はい、ホタルイカです。まあホタルイカはですね、うん、青白く光るので有名なイカじゃないですか。はい。触手の先に発光器っていうのがついてまして、そうそう、夜になると海を青白く染めるっていう不思議な生き物なんですよ。はいはいはい。すごい綺麗なやつなんだけど、何が謎なのかっていうと、実はホタルイカなんで発光してんのか分かってません。え、その発光器っていう期間はあるけど、期間はあるけどっていうのは分かってるけど、うん、何をもってホタルイカが発光してるのかっていうのが解明されてない。うーん。発光する生き物っていうのは他にも種類がいるんだけど、それこそホタルとか。そうだよね。発光にはですね、光の元になる素材とそれを光らせる触媒っていうのが必要なの、うん、要は電球と電気が必要ですみたいなもん、ね、そういうこと。他の発光生物はそうやって光ってるってわけなんだけど、うん、ホタルイカはここが分かってない。ホタルイカが持ってる体の中にあるものっていうのがちょっと不安定で、研究がちょっとめっちゃむずいらしいのね。へー。だから未だにあいつらなんで光ってるのかって説明できる学者一人もいないっていう。へー、おもろ。ね、すごい。そう思えば思うほど幻想的に見えてくるよね。はあ、はあ、はい、あ、まあ食うけどね、うん、まあまあまあ確かに。お、光ってんな、うん、知ったこっちゃない。本当にお前モテないな女募集してますモテねえよ ということで、ここまで半分でございます。うーん、やっぱ忘れてたけど、うん、ベルメハ島かな。あれやばすぎ。完全に消されましたね。いやー、まあ、ちょっとなんか海の謎っていうか、まあ、またベクトルは違かったと思うんですけど。そうだね、そうだね。ちょっと怖っ。うわ、やっぱさ、うん、すごい古かったらさ、いや最初からなかったでしょとかなるけど、うん、1997年だから生まれた年ですよ、うん、割と最近すげえな、人間って島一つ消せんだな。いや恐ろしいね。引き続き後半戦です。はい、楽しんでてください。どうぞ。まず一つ目にご紹介するのはですね、はい、未知の生物です。まだまだこれから新しい生物が海から発見されるとは思うんですけども、さまざまな研究がされている中で、一体何の生物だったのか分かんないっていう現象がちょっと確認されてるんですよ。はいはい。1960年代から80年代まで、あの地質学とか海の探査をしていたグローマーチャレンジャーという船があります。はいはい。この船が、まあ、海の探査している時にケーブルを海の中に入れたんですね、はい、で水深9メートルぐらいまで入れた時に、うん、急に何かに引っ張られたと。ほうほう。上げてみるとですね、噛み砕かれていたんですよ。なるほど、凶悪な何かがいると、うん、そういうこと。まあでも前にもさ、極太でも話したけど、うん、チップを埋め込んだ巨大なサメが急にガーンって下がってったって言ったじゃん。そうだそうだ。2003年、オーストラリアの研究者が海におけるサメの行動を研究するために体長3メートルの巨大なサメにチップを装着し海に戻しました。その後そのチップを回収してデータを見たところ、衝撃的なことが発覚したのです。なんと研究で利用されたサメが海の中で突然600メートルほど下降し、体温が急上昇しているというデータが記録されていました。これはつまり3メートル級の大きなサメが何かに攻撃されていることを示しています。研究者によると、メガロドンという約360万年前まで生きていたクジラも食べてしまう史上最大のサメがまだ実在するかもしれないとの見解ですが、その真相は判明していません。バケモンザメがいるっていうのは前回なんか極太で話したから、これもバケモンザメなんじゃないの？なるほどね、うん、違うんですよ。お、違うんですか。
噛み砕かれたケーブルを調査したら、はい、サメじゃなかったのね。サメじゃなかったの。そうでこれが未だに何だったのかが分かってないんですよ。ガチでいるやん。じゃあもう新種がいるんだ。新種がいるの。すげえな。現在地球上の海で見つかってる海洋生物の歯型じゃなかったんですよ。怖え。歯型はあるんだ。でもそうマジでバケモンがいるんだ。ガチのマジのバケモン。ガチマジバケモンがいる。何だったんだ。深海にいるわ。バケモンがいるわけです、ね、います。何かしらケーブルを噛み砕く何かがいます怖え。続いてご紹介するのはですね、はい、カンベイ湾海底遺跡です。おー出ました海底遺跡、うん、このカンベイ湾っていうのはインドの西側にある海なんですけど、うん、まあ、そこで海底遺跡が見つかったと。見つかったのが2002年で縦8メートル横 3.2 メートルの海底遺跡が見つかりました、うん、結構文明レベルがだいぶ高くて、はいはい、ダムがあったんですよ。ほう高いねダム。水を管理していたんですね。つまり、うん、でこれちょっと衝撃なんですけど、うん、調査によると約9500年前のものということが分かりました。9500年前。まあ想像つかないです。これがもし正しければ人類最古の文明です。はあ。でももう20年前に出土したものが、うん、こう今初めて知ったから、うんうん、近かったのかね、まあ、どうやら9500年前っていうのも推定なんですよね、はあはあ、まだだからちょっと調査中だからそこまでまだ断定はできないと。もしかしたら覆る可能性はあると。シュメール文明が最古じゃなかったと可能性が出てきてしまいました。なるほど。かもしくはここにあった文明を元に作られた文明の可能性があると、うん、なるほどな、うん、まあ、このカンベイ湾海底遺跡がなぜ海の中に沈んでしまったのかということなんですけど、はいはい、その時ってちょうど氷河期が終わった頃なんですよ。海面上昇がじゃあ起きたってことか。そういうこと。ああ、120メートルぐらい海面が上昇したと。そんなに北極やら南極やらの水って溶けるんだ。そういうことだね。それが原因でもともと要は低い場所にあったから沈んでしまったのではないかと、うん、インドの西側にあったこの遺跡は深さ40メートルほどの海底の砂の下で発見されました。今までに2000個以上の遺物や骨の化石、ビーズなどが見つかっています。2つの都市があり、そのうちの1つは川に沿っていて音波スキャンで四角い建物がたくさんあることが分かっています。カンベイ湾海底遺跡が発見されたことによって氷河期が終了して今は海になっている地域でも古代文明の遺跡が見つかる可能性が出てきました。氷河期時代にまだ陸地だった場所としては台湾と中国の間、中東のアラビア湾、アフリカの紅海などがあります。海底遺跡ね、うん、どうなんだろうね。よく言うアトランティスとかも果たして本当にあるのかな。あるかもしれないし、ここかもしれないし、ここも一部とかかもしれないし、ね、うん、120メートルも上がるんだったら、うん、調べきれてない遺跡もあるかもね。あるぜ絶対。まあ沖縄か鹿児島かにもあったよね。ああったね。遺跡じゃねみたいな。そうそうそう。可能性としてはまだまだこれから見つかるかもしれないですね、うん。続いてご紹介するのはですね、はい、一発大波です。一発大波、はい、これ別名殺人ウェーブというふうにも言われてるんですけど、めちゃくちゃ恐ろしいなこれ、うん、まあ、要は海では時々とてつもないぐらいでかい波が起こってしまうと。あーよく聞きますね、うん、普通の波の中にあるひときわ高くて驚異的な波のことを一発大波と言います。実際その海の関係者とか漁をしている人とかの間では、うん、もうこれにはマジで気をつけろと言われてるんですけど、うん、気をつけようがないんですよ。というといつ起きるかわからないんで。もうじゃああったらもう運がなかった、うん、悪かったみたいな。そういうこと。あ、気象状況とかタイミングとか全く分かってないんですよね。そもそも1990年代初頭からちょっと研究が始まってるんですけど、うん、なんせいつ起こるかわからないから研究もできないんですよ。なるほど。うん、本当たまたまだから。過去には本当に100トンを超えるタンカーとかがこの一発大波に転覆しちゃったりとか、あ結構あって。なるほど、うん、だたまに海で操縦ができなくなる事故とかあると思うんですけど。なるほど。大体これが関わってるって言われてますね。なるほどね。海は怖いね怖すぎるマジで。海には波が高い地域と低い地域がありますが、基本的に20メートル以上の大波はほぼ発生しません。しかし2001年に南大西洋を航行中だったブレーメンという客船が30メートル以上の一発大波に遭遇し大きな被害を受けました。専門家の間では30メートルに
に達する巨大な波は滅多に観測されないため研究されてきませんでしたが、近年になって衛星写真を使って地球全体の波を見てみると、なんと30メートル級の波がそれほど珍しいものではないことが判明しました。海に行く際はいつどこで起こるかわからない巨大波にご注意ください。船を飛ばすしかないのかな。あ、空にね。でも空洞バーストみたいな。まあそんな無理か。超重いもんね、船無理だよな。本当かわかんないけどさ、逆に波に向かって行けとか言うよね。絶対嘘です。絶対嘘か。なんか前見たことあるんですけどね。どうなんだろうね。絶対嘘です。わかんないだろ。絶対嘘です。いや、なんからしいですよ。わかんないけど普通に普通に死ぬ。まあ普通に死ぬな。みんなも死にます。みんな死ぬんだよ。続いてご紹介する謎がですね、はい、KZ2 です。何ですかそれ。まあ、これはですね、2007年4月14日デレク・バッテン、ペーター・タンスティード、ジェームス・タンスティードの3人を乗せた小さなヨット KZ2 はオーストラリアのクイーンズランド州からオーストラリア西部へ向かって出航しました。しかし2日後の4月16日別の船に乗って釣りをしていた他の船長が漂流していた KZ2 を発見し通報しました。通報を受けたオーストラリアの沿岸警備隊が船に乗り込むと、そこには目を疑うような光景があったのです。なんと船に乗っているはずの3人の姿はないのにもかかわらず、エンジンはかかったままで、テーブルの上には食事があり、パソコンとラジオの電源は入りっぱなしで、3人分の救命胴衣を含むサバイバルキットが船内で発見されました。つまり乗組員がいないことを除けばほぼ全て正常な状態だったのです。しかしこの船には一つだけ奇妙な点がありました。それがヨットの方が何者かによってズタズタに引き裂かれていたということ。果たしてこの船で一体何が起こったのでしょうか。突然消えとる。なんでかわかんない。コスケさ、うん、メアリーセレスト号って覚えてる？あー、それも、うん、でもその時は食事もあったけど、うん、結婚もついてたんだよ。そう、今回はまあそれがないんですけど、だいぶ似たような事件なんですよね。事件って言っていいのかもわかんないんだけど、何があんの海。からまあでも振り落とされてるだろう、うん、まあそうか。でもね、 GPS を調査したら、うん、多分いなくなった直前にスコールが起きてるんですよね、うん、でもそれだと救命胴衣がそのまま無事だったっていうことの説明がつかないの。危なかったらさ着るじゃん。はいはい、誰も着てないの。なるほど。そのまま取っといたんですよ。もうだから急なスコールだったり、突然のストーン、3人とも行かれるってこと。そうそうそう。おーってやろうとしたら、あー、掴んでみたいな。じゃあなぜヨットの方がズタズタだったんだろう。なぜ誰もいなかったのかとか、うん、もう誰も解明できてないんですよね。今も行方不明のまま。行方不明のまま。そのコースケが言ったようにスコールで飛ばされちゃったんじゃないかっていう説を考えて周辺を捜索したんですよ、うん、何にもないのね。所持品も、所持品もないければ遺体もないと。なるほど。めちゃくちゃ謎だね。海のミステリーって感じだ、うん、3人で夜逃げとか。いやでも家族はね普通にいるし、なんか3人とも船が趣味だったんだって。なかなか難しい。ちょっとわかんないっすね。まあこれから解決するといいなっていう感じですね。続いてご紹介するのがですね、はい、リュウグウノツカイです、うん、深海魚なんですけども、その体長が3メートルから11メートル、重さが最大の個体で272キロ。大きい魚だね。うん、まあ化け物みたいにでかいんですけど、うん、そもそも深海魚で結構珍しいんですよ。だからあんまりね、生態を分かってなくて、深海魚だからそもそも調査でしにくいと。そうそう。最近ようやくね、泳ぎ方が分かったんですよ。もともとはくねくね泳ぐって思われたんですけど、筋肉があんまなくて、うん、流されてるように泳いでるっていうのがちょっと最近判明しました。ほう。そんなリュウグウノツカイ、いくつか謎の点があるんですけど、うん、まず一つ目がですね、こいつ自分の体を切る行動を起こすんですよ。トカゲの尻尾切りみたいな。うん。それがなんでそんな構造にしてるのかっていうのがちょっと分かってなくて、うん、トカゲの尻尾はさ、うん、切っても生えてくるじゃん。再生しますね。こいつ再生しないですよ、まず。一度切りなんだ。切るだけ。じゃあ必殺技なんだ。そうそう。で、まあ再生しないから、まあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないですけど、うん、内臓のほぼ全てが上側にあるんですよ。尻尾切りしてもいいように。うん。切る前提の体の作り方なのね。なるほど。うん。最初から切っとけばいいじゃんというか。被弾率少なくなるよ。体ちっちゃい方が。そうそうそう。体でかい方がいっぱい見つけられちゃうし、はい、なんでそんなわざわざ長くしてんのっていう。っていうのがもう謎だ。謎。なるほど、はい。あと何食ってんのかもわかんないです。何食ってるかもわかんないの。何食ってるかもわかんない。どうでもいいですね。
ひどいな。うまいのかどうかもわかんないですけどね。でも赤マンボウかなんだっけこいつは。赤マンボウの種類だね確かね。なんか赤マンボウってよくさ寿司の代用魚って聞くから、はいはい、まあ美味しいんじゃないこいつも、まあ、今回の格付けチェックで、うん、浜田岳がねマグロと赤マンボウ間違えてました、ね、あやっぱそれぐらい、やっぱじゃあマグロに近い感じなんでね、うん、じゃあリュウグウの使いもマグロみたいな味なんだろうな、なんかもね、うん、最後にご紹介するのはですね、はい、フグの毒です。ほう、実はフグってね最初から毒を持ってるわけじゃないんですよ。へえ。赤ちゃんの時はねないの毒。そんなことあるんだ。うん、どうやってフグが体の中で毒を作り出してるのかってことなんですけど、はい、今一番有力な説が食べたものが蓄積されてて食べたものの細菌が、うん、それがテトロドキシンっていう猛毒になるっていう。で研究も結構進んでて、フグにその海洋細菌がもう全然ない餌を食べさせたら、はいはいはい、毒がないフグが作れたんですよ。ああなるほど。じゃあ毒を作るメカニズムは合ってたんだね、うん、おそらくこれ、はいはいはい、ほぼ確実に解明しました、はいはいはい、ただですねこっからがちょっと謎なんですけど、はい、その毒がないフグにちょっとおかしな点があったんですよ。というとそれがですね、はい、無毒のフグはストレスが溜まって病気になりやすくて、うん、凶暴になったの。だからフグにとっては毒がおそらく必要だっていうことが分かったの。なるほど。おかしな精神状態になっちゃうんだ。そう。なんでっていう。これがなんか睡眠的役割なのかな。どういうこと。なんか寝ないとさ、うん、イライラしたり凶暴化したりさ、あ、はいはいはい、するじゃん。なんかそれぐらいな重要なファクターとか。そうそうそう。毒がないとダメになっちゃうっていうのが分かったんですけど、これがなぜかがちょっとまだ解明できないですよね。うん、なんか他にあるんですかその、うん、イライラする以外にそのフグが。この毒のないフグを毒がある普通のフグ、通常フグと同じ水槽に入れたらないやつがあるやつに噛みつき出したっていう。あ、毒を摂取しようとするのかな。そうかもしれない。へえ、面白い。それぐらい大事なものなのかもしれないフグにとっては。へえ。でこのテトロドキシンっていうヤバい毒はですね、はい、まず特効薬がないんですね。フグの毒はないんだ。治療薬がないから治せないっていう。最強の毒なんだ。最強の毒、唯一魚の中で調理師免許が必要っていう。あ、日本だとね、うん、フグはそうですね。フグだけなんですよね、うん、っていうね、ちょっと毒の謎。へえ。こんなにいっぱいいるのに解明できてないっていう。フグ意外でしたね。ね、はい。僕ブートダイナマイト。まず一つ目がですね、はい、キューバにあった海中都市です。やっぱりめっちゃ出てくるね。結局出てくるな。どういうことなんだろうね。やっぱ水位が上がったのかな。上がったのは多分間違いない、うん、プレートの動きもあるから。あー、なるほど。いろいろあるんでしょうけど、はい、今回のはですね、2001年にカナダ人の海洋工学者ポーリーン・ザリツキさんと、うん、その夫が発見したものなんですよ、うん、まあ、キューバにあったんですけども、はいはいはい、ちょっと場所をどの辺かご紹介します、はい、こちらです、まあ、この辺ですね、うん、そもそもですね、うん、この夫婦はこの辺って結構沈没船が見つかるんだって、はいはい、だからもしかしたらすごいお宝があるかもしれないっていうので船を探してたんですよ。なるほどなるほど。トレジャーハンターだ。トレジャーハンターだよね、うん、海底の地形をスキャンして見てったわけですよ、うん、したらですね構造物があったと。ほうほう。どれぐらいの深さかっていうと海底650メートルで、その辺のそのキューバの海っていうのは120メートルぐらいまでしか調査されてなかったんだ。なるほどなるほど。だいぶもっと深いところにあったんですよ、はい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 、その画像がちょっとヤバくて、はい、めっちゃ都市なの。お、気になります。はい、ちょっとお見せします、はい、こちらです。これです。ピラミッドじゃん。そう、ピラミッドでしょ。すごっ。フェイクとかじゃなくて、これがちょっと撮られたと。はあ、これキューバにいたからあったんだって。へえ。っていうのがちょっと発見されまして、はいはいはい、で当時はですね、うん、アトランティスがこれなんじゃないみたいな、はい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 、言われたりとかもしてたんですけど、うん、この夫婦が発見して以降ですね、うん、実はその続報がなくて、うん、でこの夫婦がいるっていうことは確実なんですよ、はいはいはい、ただそれ以降の調査がなかなかされてなくて、多分キューバ政府が調査を止めてるじゃないかって言われてんのよ。なんでなんだろう。それもおそらく理由があって、キューバに住んでる先住民がいるんですよ、はいはい、で先住民の歴史として自分たちの都市が海に沈んじゃったみたいな話があるんだって、はいはいはい、でそれの文化を守るためにあんまり調査をさせてないんじゃないかって
っていう風にちょっと考察されてるんですよ。なんかでもそれはなんかよくわかんないですけどね、うん、まあそうね、それもあくまでこう考察なんだけど、うん、ただスキャンされてこれが出てきてるっていうのは事実。なるほど。でも写真が1枚しかないのか、どうなんだろうね、うん、果たしてこれが本当にスキャンされたものなのか、うん、まあ CG とか、はい、まあ、何らかの方法で作られた捏造物なのかわからないです。そうですね。ただナショナルジオグラフィックって聞いたことあるでしょ。ああ聞いたことある。とかネイチャーっていう世界的に有名な科学雑誌とかが取り上げてるから、うん、ああおそらく間違いない。信憑性は結構ある方だと思うんですよね。へえ、じゃあなぜ調べないんだろうね。ちょっとね、できない理由がなんかあんのかな、気になるけどね。やっぱ難しいのかな、海。金かかんのかもな。まあ潜ってとかか。結局さ、なんか陸上自衛隊のヘリもさ、うん、あんなに近くにあったのにめっちゃ時間かかったじゃん。むずいんだよ多分。あ、そうだよな、うん、続いてご紹介するのがですね、はい、湯の花ガニです。カニ。カニです。何が謎なんですかそれ。順を追って説明していきますと、はい、まず深海に住んでいます、うん、熱水噴出口の近くに住んでいます。熱水噴出口、はい、昔ちょっとやったんですけど、はい、ブラックスモーカーって言ってさ、深海ですごいその火山が下にあって、うん、煙がバーって出てる場所があるんだよ。はいはいはい。深海って植物がまず育たないわけですよ、うん、光合成できないから、うん、だし植物プランクトンもいないのね、うん、だから基本的に海のこう上の方のやつから落ちてくるゴミみたいなの作って生きてるやつが多いんですよ、うんうん、でもこのブラックスモーカーっていうのは火山がこう噴出してる場所だから、いろんな栄養素も一緒に出てるのね、うんうん、だからいっぱいこのスモーカーの周りには生物がいるのよ。プランクトンとかカウカもいると。そうそうそう、はい、だから結構深海の生物過ごしやすい環境なんですよ。そいつがなんかこう生態系を作ってるみたいな、そんな感じだよね。はいはいはい。でこの湯の花ガニもその熱水噴出口の近くで暮らしている生物で、はい、大きさが4センチぐらい、結構ちっちゃいです。ちっちゃいね、うん、で色素がないです。だから茹でてもカニなのに赤くならない。へえ。まあ珍しいカニなんですけど、はいはいはい、こいつちょっと謎がありまして、はい、結構見つかってるのよ。だから地表に上げられて育てようとしてるんだけど、うんうんうん、育たないの。へえ。頑張って環境整えていい環境作って温度も下げて、うん、水圧かけてとか、はあはあ、いろいろやってんだけど、はいはい、育たないんだって。なるほど。繁殖もできない。なるほど、うん、熱水噴出口でしか暮らすことができないっぽいのよ。できねえんだ養殖が。そう、育てられないカニ。へえ。結構そういうのあるよな。だってウナギも結局分かってないんでしょ。そうだよね、うん、よく分かんなくない、ウナギが生まれるメカニズムが分かってない。確かに。なんで難しいんだね。人間はすごい簡単なのにな、セックス。あ、まあ、うん、みんな知ってるから言わない。なんか調べたところ、はい、うなぎの完全養殖はできたらしいです。おお。でもコストがかかりすぎてコスパが悪いからまだ俺らのとこには出回ってない。え、ちなみにそれいつのこと。ね、2010年。あ、じゃあもう10年も前にはもう達成はしてるんだ、うん、ああ、じゃあこのいつかカニも達成できるんだろうな。そうだね。へえ。このカニははいはいはい、うまいかどうかは分からない。多分食べるためにやってないんでしょ。まあそうか、研究は、うん、研究だから。すごいね、やっぱり人間の飽くなく探求心。もしかしたらこれのね、謎は解けるかもね。そうだね。続いてがですね、はい、シャークポカリプスです。シャークポカリプス、サメの話なんですけど、サメっていうのはですね、約4億年ほぼ形を変えずにというか、うん、まあ、大体あんな感じで生きてます。ギザギザの歯でとか、あのフォルムとか、はいはい、前にちょっとやったんですけど、うん、生物は地球上でさ、5回大量絶滅してるじゃん、うん、はいはい、そのうちの4回の大量絶滅をサメは乗り越えてるんですよ。あ、すごいね、うん、でもちょっと最近研究で分かったことがありまして、はい、今から1900万年前サメだけが大量絶滅したと。へえ。でしかも地球上にいたサメの 90% が絶滅したのね。へえ。これの理由が分かっていません。はあ。6600万年前に恐竜が絶滅したじゃん、うん、隕石で、はいはいはい、その時海にいたサメは 30% しか絶滅しなかったの、うん、7割生き残ったんですよ。海にあれはなかったんだろう、影響は多分ね。でも1900万年前は 90% 死んだの、うん、
しかもサメだけね。まあ考えるのは、うん、サメだけに効いたウイルスとかかもね。サメウイルス、そうそう、そういうのってあんのかな、わかんないけど、サメに弱いとかウイルス的な、ね、的なもの、そのサメだけ 90% もなくなったって考えると、サメのなんか弱いあれだったのかな、あったのかもしれないね、うん、まあ、結果的にサメって要はめちゃくちゃ強いから、うん、海の覇者みたいなところがあったから、はいはい、サメが 90% 死んだことによってマグロとかカツオとか、うん、そういう海の中の生物の多様性が増えた。なるほどなるほど。だから俺たちは今美味しい寿司を食べてるのは、うん、サメが死んでくれたおかげなんだって。なるほどなるほど、うん、じゃあね、人間が死滅してくれれば、うん、そのね漁獲量とかもね、うん、一切減るわけですから。そうだね、本当人間はガンですよね、うん、地球にとって死んだ方がいいですよね。地球にとってはよ、地球にとってはね、うん、死んだ方がいいんだよ地球にとってはね、地球にとって、それ言えば何でも許されない最後にご紹介するのがですね、はい、海底炭酸ガスです。海底炭酸ガス、はい、アメリカのテキサス大学オースティン校という学校の研究チームがですね、うん、フィリピンの沖にすごいね炭酸ガスが出てる場所を発見したんですよ。はいはいはい、はい、ちょっとまず画像を見せします、うん、こちらです。こんな感じ、うん、すごいブクブクしてるね。でこれがですね、下にマグマがあって、うん、それで炭酸ガスが出てるんだって。はいはい、まあ、すごい単純なんですけど、はい、ここが CO2 濃度が大気、俺らが暮らしてこの普通の空気の200倍なの、うん、めちゃくちゃ二酸化炭素濃度が高い、はいはい、だから普通に考えたら生物は暮らしていけない、海洋生物たちが、はいはい、彼らも俺らと同じ酸素をエネルギーにしてるからね、うんうんうん、でもなぜかこの海底炭酸ガスの場所めちゃくちゃ生物がいるんだって。へー、超多様性に富んでて、うん、なんならもう住み心地いいみたいな、はあ、吉祥寺みたいな、いろんな魚がさそこですごい過ごしやすそうに暮らしてんだって、うんうんうん、これが意味分かってないらしいです。へー、酸素も存在すんのかな。酸素もあるよ、けど圧倒的に普通の場所よりは低い。なんでか分からん、なんでか分かんないんだって。へー、これがもし解明できたら、うん、宇宙服の開発が進んだりとかするかもしれないと。なんか別の分野でね、そうそうそう、発展する可能性があると、うん、ああなるほどなるほど。なんで二酸化炭素ばっかの場所を好むのかがよくわかんないと。いや面白いね、うん、おそらく今のところ確認できてる限りこのフィリピンの場所だけ。なるほど、だから何かの条件が重なってんだろうね。そういうことだよね、うん、まず一つ目にご紹介するのはですね、はい、96本足のタコです。8本じゃないんだ。8本じゃないどころか96本だもんね12倍なんですけど1998年三重県の志摩半島でですね、マダコが水揚げされて、はい、よく見たら足が多かったと。そいつは突然変異みたいなもんなのか、まあ、それが謎なんですよね。あーなるほど。体長90センチ重さ 3.3 キロで96本の足があったと。でこれがですね、志摩、はい、マリンランドっていうところに今展示されてるんで、はい、ガチであるんですよ、はいはい、まあ、ちょっと画像をお見せします。はい、こちらです。でこちらが気持ち悪いんですけど、うん、でもなんか絵画のなんか確かにこういうのありそう、洒落ている。これがまあ調べてみると96本足があるのね。へえ、なぜこいつが96本も足があるのかっていうのが分かってないんですよ。はあ、こいつ種類にすると何なんですか。マダコ。あ、マダコ普通なのね。へえ、今ですね有力な説が考えられてまして、はい、なんかタコって再生能力があると、うんうん、怪我をした時とかに再生するんだって、はいはい、それがなんか原因なんじゃないかっていうふうに言われてるのね。でも多すぎるだろうっていう、はいはいはい、はい、うん、怪我しすぎじゃないっていう。ああまあでもさ、人間ですらさ臓器が1個多かった人とかたまにとかね、そういうのがある。なんか先輩かなんかで金玉が9個あった人だよねいたよね、金玉が9個あった人、うん、本当なんかどうか分かんないけどでもさ、うん、多すぎない、金玉96個ってやばすぎるでしょまあ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 でも突然変異とかってそういうことだから。ああそっか、うん、でもね突然変異っぽくないんですよ。なんでかっていうと、はあ、こいつ捕獲された時まだ生きてて、はいはい、水族館で飼ってたんですよ。産卵したのね、うん、生まれてきた子供は普通に8本足だったの。へえ、なんでこいつが96本だったのかがまだあんまよく分かってないんですね。タコなんて足なんぼでもあった方がいいよね。 なんでえ、その食うから。ああまあなんかゲソの、そうゲソの上手くなりそうでもあるよ
人のエゴだね。続いてご紹介するのはですね、はい、マリアナ海溝の巨大円盤です。これはですね、まあ、マリアナ海溝ってのはご存知の通り世界で一番深い海、1万メートルを超えるというね、うん、その深さが、うん、だからエベレストとかもすっぽり入っちゃうぐらい深いんですけど、うん、すごいよね、うん、まあその一番下のチャレンジャー海溝というところには、現在でももう数人しか行ったことがないという、うん、そんな場所にですね、1960年にジャック・ピカールというスイス人の海洋調査員の人が行ったんですよ。はいはいはい。その時の公開日誌に書いてあった内容なんですよ。はいはいはい。でこれね、機密情報だったんですよね、うん、だからこの男性は円盤がいたよって言いふらして金儲けとかをしようとしてたわけじゃない。なるほど。機密で公開日誌を書いていただけなんですよ。はあはあ。でその時はアメリカ人の海軍の隊員と一緒にマリアナ海溝に潜っていまして、うん、だから2人とも役職としては海洋学者と海軍隊員っていう、まあお堅い系の人たちではあります、うんうん、なるほどな、うん、だからオカルトではないんですよね。なるほどなるほど。で、まあ、その機密情報がちょっと公開されることになったんですよ、うん、政府が公開したんですけど、うん、そこにですねこのジャック・ピカールという男性が見てしまいましたと、うん、窓があるんですよね、海が見える。でマリアナ海溝に潜っている時に、うん、巨大な円盤が近づいてきたと。でそのまま通り過ぎて行ってしまいましたっていう体験がありまして、うん、まあ、これが一体何だったのか本当なのかっていうのがちょっと今分かんなくなっちゃって、あーいやまあなんか特殊な条件下で見ちゃったっていうことも考えれちゃうからな。あー精神的にそう、やっぱ閉鎖的で、あり得るね、海で怖えじゃん。なるほど、確かに確かに。まあ本当にあった可能性もあるし、ちょっと思い出してほしいんですけど、うん、アメリカの国防総省がさ UFO が海に入っていくところを撮影した写真、うん、ああ名前が変わったんだよな。海洋ってのが追加されてんだよ。なるほど。そのもっと前からもしかしたら海を利用していた可能性があるとしたら考えうる。彼が見たものは本物だったかもしれない。なるほど、確かに、うん、そうなってくるとな、ない話でもないね。そう、まあちょっとエンタメとしてはなんだろう、いつもみたいな、さっき寝たらバーター殺そうとはならないよね。いつも怖すぎない？殺すぞまで言ってたっけ高一がね。俺がかい、うん、言ってないよ。いつもなんて言ってたんだっけ。うん、殺すぞ、生きてられると思うな。めっちゃ怖いちょっとカチってね、ガチしちゃった感あるね。結局でもアメリカも分かってないんだとは思ったけどね、まあ果たして本当は分かってて、うん、分かってないよって言ってる可能性もあるかもね、うん、可能性はね。知りたくなった方はぜひアメリカのトップになってみてはどうでしょうか。無理だろ続いてご紹介するのがですね、はい、アトリットヤムです、はい、これはですね、まあ、簡単に言うと海底遺跡なんですよ。ほうほう。1984年にイスラエル沖で発見されました。ちょっと一旦画像をお見せします。こちらです。こんな感じのね。何ですかこれは。まあこれね、集落なんですよね。まあ文明とまでは言えないけど、人間が住んでいた痕跡がある。はい。人の骨とか家畜の骨とかが見つかってて、うん、もうそこで暮らしていたと。うんうん。紀元前6900年から6300年ぐらいに栄えた。だからめっちゃ前なの。うんうん。わかりやすく言うとシュメールより前です。おお。なるほど。文明ができる前にあった集落って感じだね。うんうん。まあでも一応こう家畜とかも住んでたから。農業は行っていた、はいはい、酪農はしていたって感じなんですよね。なるほどな、はい。まあ、なんでここは沈んでしまったのかっていうと、火山の噴火が大きかったと。エトナ火山っていう火山が噴火しまして、うん、おそらく推定で40メートルぐらいの津波が来たと。40メートル、うん、ビルやん、まあ、ビル。そんな津波が起きるんだ。ちなみに東日本大震災の時も最大値では40。あ、じゃあほぼ同等なんだ、うん、じゃあやばいね。やばい、もう飲み込まれた。しかも紀元前だから逃げられるはずもなく、あ、天変地異みたいな感じだったんだ。そうだね。なるほどな。もう海の底に沈んでしまった。なるほど。では何が謎なのかと言いますと、はいはいはい、このアトリットヤムという場所にはですね、うん、謎の石サークルみたいなものがあるんですよ。はい、ちょっとお見せします。これなんですけども、ああこれか、これこの石でなんか積み上げられてるんですよ。要はこれ一体何のためにやってんのかが謎です。あの信仰宗教的なものでもなさそうなのかな。まあ、今のところ一応確認できてる限り最初の宗教はシュメールのものなんで、ああ何だったの、神的な話がまあこの時代にもうあったのかもしれないよね。なるほどね、うん、それかまあガラクタっていう可能性もあるよね。はい、ガラクタ。ドリットヤムの、うん、あの住民が作ったもの。なんでそんなこと言うならさ、うん、今我々が生きているフィギュアとかも何で作ったのって言われたら、次の人類にしてみればね、そのフィギュアとかをガラクタって言ってるわけじゃないけど、うん、ガラクタいわゆる言ってるじゃん。で、だから次の人の
から価値観、これがめっちゃ崇高ななんかフィギュアだったかもしんないじゃん。なるほどね。そうす。まあなんだろう、合ってるかもしんないけど、うん、都市伝説 YouTuber としては0点俺はね、多分ね、当時の人のなんか思いだとか、うん、そういうものが詰まったパワーストーンだと思うんだよ。そう、それ欲しかったそれうぜえな続いてご紹介するのがですね、はい、南極にいた生物です。2016年にですね、研究チームが氷の下にカメラ入れて、うん、何がいるかなーって調査してあるんですよ、うんうんうん、そしたらまさかの生物が住んでいたという話なんですけども、はいはいはい、でそれがですね、ちょっとお見せします、はい、こちらです。こいつらがいました。うん、まあ、これ見にくいんですけど、はい、海綿動物という種類の動物がいました、うん、岩に張り付いてて生きてたんですよ、はいはいはい、簡単に言うとですね、まあ、こいつらがなぜこんなとこで暮らしているのかがわからないというものです。こいつらはですね、自分から動くことができません。だから餌を取りに行くことができない、うん、だから来るものを待つしかないんだよね。プランクトンなりを、そう、はい、まあこの環境もちろん南極なんで、うん、ものすごい寒いんですよ。-2.2度です、うん、真っ暗闇です。だから基本的に生物なんて住めないし来ない環境ではある、うん、研究で分かったのがですね、こいつらが住んでいる場所から260キロ離れた場所だったらある程度餌とかも豊富なのよ。だからそっからの距離もかなり離れてる場所なのに、うん、なんでこいつらこんなとこにいるのっていう。なるほどね、うん、まあでも人もさ、はい、集落があってポツンと一軒家みたいなことがあるから、うん、それの海面動物パターンなんじゃない。ポツンと一軒家パターン、雑魚田舎に好きで暮らしてるみたいな。そうそう、動物ってなんかそういうことすんのかなまだ解明できてないそっかもしかしたらね、ここが一番なんだよっていう気持ちでなんか住んでる可能性はあるんじゃないかな。あんのか、まあ、いやでも分かんないからね、うん、合ってるかも。もしかしたら本当に田舎が好きなんですよねつって、この環境なかなか餌が来ないスリル楽しんでるんですよみたいなまあこいつらは思考なんてものはないですけどね。いや、分かんないわ、お前の立場がどっちなの振り回すなよ続いてご紹介するのはですね、はい、海洋無酸素事変です。何ですかそれは。海洋低酸素事変と呼ばれることもあるんですけど、うん、何らかの原因で海の中の酸素がゼロもしくは限りなく少なくなってしまうという事象ですね。ほうほう。1976年にとある地質学者が海の地質を調査してたんですよ。したら岩があってそれを調べてみたら酸素がめっちゃ少なかったかもってなったのね、うん、でいろいろ調べていくうちに同じ年代の地層の岩から見るとこの時期の海の酸素めっちゃ少ないやん、てかほぼないじゃんってなったの。ああ、これがなぜ起きるのかっていうのが分かってないんですよ。じゃあまた海で酸素が著しくなくなる現象が起きる可能性があると。可能性があります。はあ、原因が不明な限りね。一気に水産物が死滅すると。そういうことだね。まずいね。まずいっしょ、うん、お前大好きな寿司食えなくなるよ。まずいね。ただまずいね。まあ、あのこの海洋無酸素事変っていうのが前にちょっとご紹介したビッグファイブの原因なんじゃないかな。ああ、大量絶滅の、はい、実際にペルム紀とかデボン紀とか、うん、そういうビッグファイブが起こった時海洋無酸素事変起きてるんですよね。まあ海の生物もほぼほぼ死んでたもんね。死んでたでしょ。ああ、それが無酸素状態だったからだと。酸素がなかった。まあその大量絶滅自体分かってないからね。結局ね、そう、とにかく動物がたくさん死んでたことしか分かってないから、やっぱ定期的にリセットされんだね。なんだかそう考えると、うん、この地球っていうのはなんでなのか分かんないと俺らがマジでいつリセットするか分かんないよね。うん、まあだからまあ俺らはね、多分ちょっと生きてる間は多分リセットの現象は多分迎えることはないだろうけど、うん、子孫はいずれ直面すべ問題かもね。そうかもしんないね、うん、この地球に生きている限り。まあいずれ死にますよ、人は、種は、種として絶滅、うん、残念だけどね。しょうがないな。またなんか新たな、まあそれがね、高度な文明を持つかどうかわからないけど台頭していく種が現れるでしょう。確かにな、なんかお前みたいなやつがいるって考えると、うん、絶滅した方がいいなっていうふうには思いますね。大犯罪者だと思ってんの俺のこと。うん、俺が仮にね、大犯罪者だとしても、うん、それで種がなくなるぐらいだったらもう殺すべきだよ俺は。そうだったなって思う。どうしてくれんだこれおい、あと頼んだコウスケ、あと頼んだ、でつなげてくれ。きついって
見切り発車でさ、けなすなよ。見切り発車けなし。見切り発車けなし、ダメ。ダメだよ。とりあえず、けなせば。けなせばいいと思ってるでしょ。なんとかなると思ってる。やめてよ。なんとか。比重重いよ。なったなんなかっただろ。最後にご紹介するのはですね、はい、ロマンある話なんですけど、うん、第2の海です。第2の海、はい。まあ、この地球上には私たちが見ているあの海の他にも実はもう一つ海があるんじゃないかっていうふうに言われてるんですよ。というと、というのもですね、はい、近年になってアフリカのボツワナの地下660キロの場所でダイヤモンドが取れました、うんうんうん、でそのダイヤモンドを分析したらですね、うん、マントル繊維層って言ってマントルの真ん中の部分、そこに水がある可能性が出てきたんですよ。てか多分あると。でですね、実は前にもこのボツワナじゃない場所で同じぐらいの深さのとこからダイヤモンドが取れたんですよ、うん、で多分だけど俺あんま詳しくないけど、ダイヤモンドっていうのは水がある環境でしかできないと思うのよ、うん、だからダイヤモンドが発見されたってことは水があるんだってことになってるね。でもその時は、まあ、ここだけだからまだサンプル1なんで、ここの地下深くにたまたま水があったんでしょう考えられたんだけど、なるほどなるほど。今回2個目が出てきちゃったんですよ。ってことはもしかしたらこの地球全体その深さに水があるんじゃないかと。へー。このマントルの間に、仮にマントル繊維層ってところに地球全部に水があるとしたら、うん、地表の海の6倍の水分量があるというふうに言われてるんですよ今。でなんかもしかしたら何かしらの生物がいる可能性があるんじゃないっていうふうにちょっと言われてるんだ。へー、マントル内に住む。水があるってことは住めんじゃねっていう。生命いてもおかしくない。マントルって何度よ。マントルって何度。90から400度ぐらいだって。無理か。いや、わかんない。サウナぐらいだったら90度。90度であれば、まあ、でもなんかクマムシとかっていけるのか。そっか。まあじゃあいけるかもね。意外といけるのか、うん、なんか何千度ってわけではないんだね。そっか、ギリいけるのかも。だから考えられてる。だからそうだね、だから考えれてんだね。もしかしたらだからこの地下深くに住んでるかも、はあ、そういう虫とかかな。なんだろうね。なんだろうね。微生物。微生物系。植物とかいるかもしれない。植物はないだろ、日の光がないんだから。でも地下深くにいたことあるんだよ、バクテリアみたいな。光合成するやつ。どうやって。わかんないな。まあなんかそれを発見したことでなんか人類に利点があるのかどうかわかんないけど、いるかもしれない。いるかも。あ、面白かったね。しかも地球の海の6倍だから、うん、とんでもないでかいやつがうよいよいよいよかもよ。あ、もしかしたらね、うん、暗黒大陸中にあったか、うん、可能性あります。可能性はあるね。僕ずっとダイナマイト。ということで以上、未だに解明されてない海の謎総集編でした、うん、やっぱ一番面白いかも。なんだかんだ言って、うん、みんなが好きな理由がなんとなく分かるような内容だったね。やっぱ海分かってないこと多いからね。 5% ですからね。今までさ、日本の謎とか、うん、ロステクとか、海、世界いろいろやってるけど、うん、海と世界は、まあ、尽きなそう。ああ、まだまだ。まだまだある気がする、やっぱ。さすがだね。うん。95% 謎だから。やっぱそうなんですよ。6% ぐらいになんないもんなのかね。1% でもいいからさ。そもそも 5% どうやって出したんだって話だよね。ね、よくわかんないけど、うん。まあ、それほどまでにってことなんだろうな。そうですよね。あ、散々総集編長期にわたってやってきましたが、はい、これらの海の謎解決する日は来るのでしょうか。極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、今回ですね30個以上海の謎を紹介したんですけども、皆さんにはちょっと言えてませんでした。実はですね2つほど解明しているんですね。マジで。それがですね、はい、わかりません。てめえ何の時間だよ本当によ。何だったんだその2個は。この解明の日は一歩一歩進んでいます。ちょっと何だ今の。おいおい、ちょっともう一回やる。ちゃんとやってくれ。もう一回皆さん、解決の日はすぐそこまで来ています。来たるべき日を待ちましょう。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。極太のマーケットシェンスコーナー。よっ。やっぱ海っていうのは万物の母、そんな神秘的なお話をします。はい。中国の病院に40代の男性が痛みに満ちた顔でこう言いました。先生、助けてください。彼にですね、おじさんがどうしたんですかって聞いたところですね、こう言いました。おじさんは、私、肛門に何かがあるんです。言い
い加減にしろよ。肛門ニュースのコーナーじゃねえかよ。今回ですね、かなりのレアケースですね。はい。肛門の端っこにコマが突き刺さってしまったという。意味がわからないよ。今まではやっぱど真ん中ズドンだったんですけど、もう端っこまで行ってます今回は。グギュッってなってことか。ちょっとわかんないけども、まあこういつも通りね、コウスケには見せます、はい、で、まあ、ちょっとこの画像さすがに YouTube 載せられないので、はい、ゴグルトの公式 Twitter の方で画像を公開します、はい、なので公式 Twitter、 そして僕とコウスケそれぞれの Twitter をフォローしてください。これね、わけわかんないですよ、うん、あの正直ニーズってもの、はい、こんなんあるのかって思います、うん、これやるたびにフォロワーが増えますあなたたちは狂ってる何してるんだ本当に。そんなアナル専門家の皆さん、こちらです、どうぞ入っとるかな、すごいね、何これ、直径8センチ、直径8センチだよすごいな、やっぱな、やっぱアナル総本山アナル総本山って言うなよ中国はすごいわ。中国ってやっぱすごいんだな。文化なんだろうな。このおじさんはですね、うん、まあ、数時間の手術を経て取れたらしいんですけど、はい、ポルノ映画にハマっていたらしいです。まあでも素直な夢追い人ですよね。確かにね、だからこうあってほしいですよね。正統派な夢追い人ですね。胸を張ってください。恥ずかしいことじゃない。恥ずかしいことだよ。以上極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。